ラノ会ワイワイ by ネットワーク永田。この番組はプロジェクト M の提供でお送りします。皆さんこんにちは、2021年1月のラノ会ワイワイ by ネットワーク永田、司会進行 FM ワイワイのキムチ明けですが、いつもは第4週にするところをですね、まあいろいろバタバタありまして 1.17 もありましたので第5週で放送します。はい、今日のラノ会ワイワイのご担当どうぞ。はい、NPO 法人ネットワーク永田、クララベーカリーの石倉悦子です。はい、よろしくお願いします。悦子さん、その後ろのなんかすごい、はい、すごいこう目を引く絵画、すごいイラストでしょ。うん、ちょっと字がね逆さまなんですけども、あ、大丈夫です、大丈夫なんです。自分はね逆さまに見えてるけれど、 YouTube で見た時はその実際はちゃんと見えるんですか。兄弟姉妹の会って書いてあるのかな。はい、そうですね、神戸兄弟会、私ずっと50年ほどやってるんですけども、はい、生まれた時からやってるんですね。そうですね、生まれる前からとかってから生まれた時から。はい、はい、それで東京の方なんですけど、うんうんうん、もう82歳になられるそうですけども、イラストレーターの方で、はい、まあ、震災後、うん、ずっと神戸のことを気にしてくださって、はいはい、支援をしてくださって、今回もこんなに大きな、まあ、コロナもあるし、うんうんうん、なんか皆さんも元気で頑張ってくださいみたいなメッセージをくださったので、これをぜひ皆さんにも見てもらいたいと思って、はい、壁紙。でもなかなかこう絵手紙っていうのはあるけれど、はい、まるで絵画のようですね。あ、そうですね、本当にカレンダーとかも作っておられる方なので、絵画もされる方ですね。うんうん、でも82歳で、筆圧すごいじゃないですか。ねえ、まあでも習わなければなんかつながってるっていうの、はい、会えなくてもつながってる、そうですね、はね、感じるみたいな。あ、そうですそうです。だから、うん、応援してくださってる方がたくさんいるっていうのをいっぱい感じますね。うん、なるほどなるほど。でも今度はこっち側からもビーム送らなあかんね。うん、そうですね。もちろんです。はい、ではそのビームっていうことでですね、今年2021年1月17日、はい、まあ、非常事態宣言も出て、実行委員長と、はい、それからもしかの時のサブというので、あ、そうですね、太蔵さんも、ね、はい、で、はい、協議して、はい、やっぱり竹募金だけにしようってことになって、そうですね、今年はね、はい、ではその話をまずちょっと前半に、はい、現場にも行きはったので、私はエアーで皆さんからの情報を取ってただけなので、はい、現場のことをまた教えていただきたいと思います。はい、はい、ではこれがいつものっていうか2020年の時ね、去年の、そうですね、今までのね、 1.17、 はい、綺麗ね、はい、なかなか綺麗ね、綺麗です ね、 ね、本当に、はい、で、なんかこの辺が本部、はい、そうですね、この辺が炊き出し、そこコーヒーとかね、いろいろ炊き出しとか、はい、はい、で、あ、これね、はい、あ、はい、これはろうそく職人たちです。職人さんを見てました。水木とかそんなんでね、水木小学校とかね、はいはい、兵庫大会小学校とか行かせていただいて、ろうそく溶かして、はい、それを、まあ、これろうそく職人たちがいっぱい集まってるところなんですが、もういろんな作業をしながら、はい、それをいつものメンバーさんたち、はい、メンバーで、はい、で子どもたちが、はい、卵パックで作ってくれて、そうですね、やけどをしないようにろうをね、ハンゴみたいなのに入れてるんでしたかね、はい、うん、それでたこ焼きのあれみたいなやつよ、たこ焼きのハートガラスみたいなやつ、はい、まあ、長田らしい、で間に芯、うんうん、プスリプスリと刺していくっていうやつ、固まる前に、そうですね、はい、
刺していくという作業をね、はい、子どもたちが一生懸命作ってしました。そしてこれは現場でもういろんなボランティアさんたちが三々五々集まってさっきの地を作るっていうようなことをするっていうことですよね。当日の朝早くから ね、はいねはい、まあ早くって言ったら10時やけどね。あ、そうですか、はい、でこれが2020年の7月、はい、マイネアの実行委員会を立ち上げて、はい、来年するんかというあのことから始めるところですが、はい、もう2020年は90何万集まってましたよね、募金が。でそれはあ、そうでしたっけね、はい、2021年のためにその募金は皆さんくださったのに、はい、このお金があるのに、はい、背負うわけにはいかんなっていうようなところですね。ですけれども、はい、まあまあこれがあの実行委員長も変わりまして、で大学生から、はい、地域の方から石倉さんたちもお坊さんからみんな集まっていろいろしたんですが、やっぱりあの形としてはさっきの出しましたが 1.13 神戸に明かりを言いながら、はい、今年の分ですね。今年の分は、はい、竹募金は JR 新永田のところでこうあの、はい、受け取るけど、はい、実際は鉄人のところでやるっていうことに。そうですね、はい、っていう規模は、ね、小さくしてね。でかつあの炊き出しもね、あの、はい、豚汁とかあんなんなしっていうことに、ね、もう今年はもともとなしいうふうに決めてましたね、はい、でも仲良し太鼓とかはする予定やったんですね。あ、一曲だけとか、それもあのあ、なんていうかな、広報とかそういうのしないでパッと現れてパッと去るみたいな。あ、なるほどすごいね、問い合わせあったんですよ、やっぱりあのしたいんだけど、なんかあの、うん、1.17 長田の方なんかするらしいやんみたいな。うーん、でまあ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 してる中にそのろうそくをどうするかっていうのがここに、はい、このお家がさあるじゃないですか、はい、このかわいらしいお家をが書いてあるんですが、これが味噌でしたね、これ。ああ、あのこれはすごいですけど、なんか元があったんですかね。あのね、その話の中にね、やっぱりあの、はい、私たちも灯籠にめちゃくちゃこだわってたんですよ。あ、なんかもうその擦り込みみたいな、はい、竹灯籠でしたしなんとかって言って、うんうん、それがあのこのあの三浦さん、長田宮神部太鼓、はい、丸見製作所の彼が家って言い張ったんです。はぁとかって私も思って何が入っとうねんみたいな感じだったんですが、うん、靴の、箱ってあるじゃないですか、シューズメーカーの、はいはい、で自分のところはいろいろなその型抜きをして箱を作ってるから、はい、あのそのしっかりしてるじゃないですか、靴の箱って。そうですね。で、一つと一つあのなんかあのあーケーキをピュッとこする重ねてる、持つシュークリーム入れてキュッと持つみたいな感じ、うん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 、で窓を開けといて、はい、それで小さなお家を作って、で小さなお家がずらーっとこう並んで街を作るのが 1.17 長田っていう字がこうお家が並んでるっていうのどうですかって言われたんですよ、はい、へー、すごいと思わへん？すっごい。これ一からこの切るのも全部手作りなんですか？あのなんか型抜きの金型っていうのがあるから、あー、なるほどね、自分のところはあのその、注文してそういうの作ってもらってるからできるって。あ、なるほどね。言い張って、いやもちろんそんなあの自分で書かれず自己委員会のお金でしたらいいというのは言ってたんですけどね、うん、でいやでもね、全然その今までと違った発想をお家を並べるね。でそれがね、なんか可愛いですよね。これがあのちょっとあのあ、こんな感じになるんやったんですね。そうそう、あの双葉のところでね、ちょっとテストして、はい、お家が並んでるでしょ。いやこれは結局ね、うん、見れずでした。あ、これをちょっとやりやったんですけど、ね、可愛いですね。それであのなんか灯籠拝むっていうんじゃなくて、はい、街ができてるって、その一軒一軒で明かりついてるって、あ、素敵やわって、ね、
こんなしかもその町が永田のない友人になってるすごいなと思ったんですよ。すごいですね。でただ残念なことにあの1月17日はあの竹募金の受け渡しのみで、ワイワイもあの音なんかいりません、幸せ運ぶ理由なんか流しましょうかって言ったら、いやそう音流したらまた来るからあかんって言われて、ただで、で私はエアーだったんですけれど、これは鉄人も中止って書いてあるんですが、こちらの方は行きはったんですよ ね当日ね、はい、これは何の車椅子も来てるけど、そうですね、この方はね、うん、あの高齢者の方でしたけどもね、あの介護される、まあ、方と一緒に来られてましたね、ヘルパーさんと毎年やっとうからみたいな、ご家族かちょっとわからないんですけど、はい、本当に人少なかったんです。で、これがテントのところで、そうですね、本部のテントのところにこれが貼ってあって、はいはい、でまあ、募金箱はこの竹のが少しと、あとは、はい、あの牛乳パックをね利用したのと、はい、あの両方用意してましたね、はい、募金箱は牛乳パック、ね、右の下がちょっと牛乳パックの方、ね、はいはいはい、ありますね、ありますね、はい、でこれやっぱりあの感染しないようにって、うん、そうですね、ビニール張り回ってあるわけですね、うん、うん、本当にすべてそんな化消毒液も置いてね、これは実行委員会の皆さんがやるってことですよね。そうですね、はいはい、ここ本部で実行委員会の方がね、はい、あのやっぱり実行委員会の方の数も少なかったですけども、それでもあのいつもの顔ぶれの方、はい、多数来られていて、はい、もう皆さんねマスクしてね、これがね、本当にさっきのねできたらよかったけども、まあ場所変わったいうことで、あの 1.17 をイメージしてこれを、あの作られたそうです。あ、机の上にそれをあの並べ張ったってことですね。そうですね、本部の左横にね、テーブルを置いてそこに並べていましたね、これね問い合わせ結構あったんです。そうですか、やっぱりね前もって言っとったらよかったって言って、あちこち方法ですね、で、あの本当に、灯籠、あの東遊園も灯籠にこだわってたじゃないですか。そうですね、じゃなくてこんなことするっていうのがすっごい、いやなんか素晴らしいですね、そういうアイデアがこうね浮かんでくるいうのが、そうやね、そうやね、ね、可愛かったです、この小さいお家、小さいお家っていうのを聞くとすぐに私、あのピータンで作られた、そうです、あの、ね、山田監督の小さい映画にもなった、あのもともとあの絵本がね、あのあったけども、それで山田監督さんも小さいお家っていうね、あの映画作られて、そのお家、赤いお家だったけど、ピータンハウスさんにね、ランプシェードとか貯金箱とかかな、いう形で作ってもらいましたね、はい、あれもやっぱり戦争とかさ、東北から働きに来るとか、いろいろなその小さいお家の中のいろいろなつながりが、ね、感じられるなと思って、私それもなんかいいなと思いました。確かにそうですよね、はい、でもまあ本当にあの、えつこさん言ってたじゃないですか、なんか5時半ぐらいになったら人が集まってきて、そうなんです、あの、5時46分にね、あの黙祷いつも、あのここの場合は夕方のねするんですけども、それまではほとんどねもう、あの関係者だけだったんですけど、急にね見たらねいっぱい人来てるんですよ、その時間。突然こうフラッシュモブみたいに、突然のようにね気がついたらねなんかいるんですよいっぱい、で、あの皆さん1メートルぐらい離れて立ってくださいねっていうぐらい、あの集まってきてて、知らない間に本当にだからたくさんの人で黙祷しましたね。そうで、号令とかそんなんではなく、あのね、
明石さんの息子さんはい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 、はい、が、あの号令かけてくださいましたね。あ、そうですか。はい、いや、なんかでも、はい、こう作業しててふっと見たら何これ人みたいな感じやな。そんな感じなんですよ。あと、あの振り向いたらね、うん、あ、こんなに知らない間に集まってたんやってだんだん、あのもうかなり暗かったのでね、その日、そうやね、ね、もう5時46分って言ったら暗いよね。そうそうそう、うん、だからなんか、あの知らない間にたくさんやっぱり来てくださってましたね、うん、いや、それってちょっと感動と本当に、うん、ね、今回あの、うん、縮小いう形で、うん、そんなにもね、もう当日はね、あの来ないかなって思ってたんですけど、うんうんうん、あの私もそうやけど 1.17 は毎年この新長田のこの場所でって思っていくんですけど、うんうんうん、そういう方もたくさんおられたん違うかなかもしれないですね。ね、いや、ありがたいことです、うん、そうですね、うん、ではここで一旦 CM を流して、次はですね、はい、実はっていうあのやっぱりこう、はい、振り返る、コロナによって振り返る、そうですね、気がつくいろんなこと、あの嫌い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 、もういや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 、もうそんな滅亡してとかっていう、うん、じゃなくて違う、うん、なんか、あ、教えられてるかもみたいな、そうですね、えつこさんの話を怖いって言うとってもね、はい、聞きたいと思います。ちょっと待って、はい、よっしゃ、あ、よっしゃ、よっしゃ、バラバラ、もう一度、はい、ネットワークナガタ、Never forget the Great Hanshin Earthquake, January 17th, 1995. はい、今あのいつもの、CM かみたいな感じのやつを聞いていただきました、はい、でこれあのキャンパスノートで震災記録って書いてあるんですけど、これそうですね、あのこれ実は私が残してたんですけども、うんうん、あの震災の、書き始めたのが1月28日、うん、その1月28日ってあの1995年の、そうです、あの震災が1月17日にあって、うんうん、その11日後に、うん、あの書いたんです。よう書く気になりましたね。なんかなんでわからないんですけどね、うん、これもね、うんうん、なんかやっぱり残しとかなみたいな。私もともと割とあの日記とかメモマとかあのあ、そういうのなんか書く人なので、うん、綺麗な字や。いや、綺麗なことないです後で自分で見てこれどないなってんのかなっていうところもあるんですけど、でもそしたらその11日後、うん、こう、はい、11日後にね、このノート 1,2,3,4 ページにまず渡って書いてるんですね、うん、その震災のもう朝の出来事、はいはい、うん、そのでその後もまた2月10日に震災より24日目みたいなんで、うんうん、また次あ毎日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 なんかするじゃなくて、うん、そう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 、うんうんうん、どんなこと書いてあるんですか。もうね、一番最初の、うん、ちょっとだけ読みますね、はいはい、1月17日5時46分あの日あの時間より12日が過ぎた、うん、あの日5時30分に聡子中一を起こして6時過ぎにはテニス部の朝練に行くため、聡子は朝食中、私はお弁当を作っていました。もう起きてはったんや、うん、そうなんですよ、うん、朝6時そう早く出るんですよね、うん、授業が始まるまでに、当時町学校に行ってたんですけども、で1年生ね、うん、で卵焼きができて、次にちょっと
ね、すごい細かいですけど、次にウインナーを炒めようと、はいはい、ウインナーとお箸を持っていたところに、はい、ガタガタと何とも言えない揺れを感じた。なんか予兆はない？いや、ないです、全くないです。じゃあ突然、あ、というか突然ね、うん、ゴーっていう感じの感じが来たんですね、うんうん、そのウインナー炒めてそこらまでは、ま、全く何もないんですよ、うん、で急にゴーいう感じのしたと思ったら、もうガタ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 ってもうすっごい揺れ始めて、うん、で私たち神戸で地震って経験ないんですよね。神戸に地震はないって、うち、はい、おじいちゃんもお父さんも言ってました ね、経験なくて、でも、そのちょっと前に奥尻島の地震があったっていうのは知ってて、うん、大変やったなみたいな感じで、あ、でもなんか神戸地震っていうのは全くこう思いもよらなかったので地震や思わなかったんですよ。もうあまりにも揺れがひどいのでね、2とか3やったらまたね、うん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 、違うでしょうけど、後で聞いたら7以上かなんか測定不可能かっていうぐらいだったから、もうなんか地球規模で何かが起こってるのではないかみたいな、うん、そんな感じで、もうすぐ里子のところに抱きつきに行って、あ、そうか、そこにいるね。やっぱり子供、そう、もうどうしようみたいなんで抱きつきに行って、うん、そしたら主人は2階からびっくりして降りてきて、うん、で今度は主人のところに里子と2人で抱きつきに行って、うん、それでなんかもう死ぬ死ぬってずっと揺れてる間、うん、すっごく長く感じたんですけど、その時アイちゃん、本当に死ぬかと思いました。うん。アイちゃんは？それがね、うん、それもこう書いてるんですけどね、うん、ようやく収まってから、アイ高3やったんです。当時、うん、タルミ用語に最後の年やったんですけど、起きていて、頭の3ないし5センチ横に25インチの大きなテレビが落ちて。ということは、愛の頭のすぐ横に、昔のあのテレビですよ。うん、でかいブランカのやつよね、うん。そう。落ちてたんですよ。うんうん、しかもね、うん、愛が寝返りを打ってたからよかったんですけど、まともに寝てた場所だと絶対頭に当たってたんです。それが、なぜか寝返りを打ってて、その場所やったんですよ。ほんまに、なんていうか、一瞬運命というか、うん、でももう私自分のことで必死で、キャイーそれもでママ愛のこと全く忘れてたんです。そんなこともあるんか。もうだって死ぬって何が起こったか分からへんっていう中で余裕が全くなかったんですよね。でもうその後すごい反省しましたけどねそれもちろんですよね、うん、しかもね、うん、ガスつけっぱなしやったんですよ。あ、そうや、ウインナーやっとったんや。ウインナー炒めてたからで主人がね、うん、ガス消しといてって言うんですけど、うんうんうん、私もう腰が抜けてしまって動けない言って、ちょっとちょっと意外ですか。エスコさんがこう指令を出すみたいに私思ってたけど、いやいやいや、私ね、いまだにですよ、うん、もう揺れに対するトラウマがあるので、もう揺れたら、うん、腰が痛なるんですよ。もうその場にしゃがみ込んで、26年経っても経っても時々震度3とかあるじゃないですか、はい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 、あります。あれの度に、うん、もう心臓がバクバクして、うん、でもうほんまに腰抜けた状態になって、いまだに腰が痛くなるんですよ。いや、やっぱりね、この、うん、見た目じゃなく、もちろん怪我されるとか亡くなられるとか、うん、本当にはっきり分かるのあるけど、心の傷結構あるんだね、うん、もうね、体と記憶が残ってて、うん、頭から離れない。だから今ここで起こったらどうしようっていうのを
すでに考えてしまう。うん、だから例えばその田舎島根なんですけど、うん、島根にいる時も今ここで地震起こって津波が起こったらどうしようって、海のそばなんですよ、まあそばなので、うんうん、だから未だに島根行ったら怖いんですよ、うん、その主人がね、うん、私の代わりにそのガスを止めに消しに行って、でもあの食器棚から食器があの出て床に散乱してて、あのその上を素足で踏みしめてガス消しに行ってくれたんで、あの時は分からなかったけど、後で座席に戻ってきて、うん、足の裏見たら血だらけやったんです、うん、で今度ウインナーと菜箸とが座席に散らばってたんです、うん、あのそれ持ったまま言っとったみたいで、あの卵焼き器のんと菜箸とウインナーかな、もう何が起こってたか何したか自分でも分からへんぐらいだから、もうでも愛ちゃんは怯えるとかそんななかった、うん、いやだから暗かったし、うんうん、怯えてたかどうかも分からないんですよ。 でもその後見た時にね、うん、見た時も覚えてないどうやったか、うん、とにかくうわーって思ってただけで、うん、あのこれ変な話なんですけどね、うん、愛ね揺れは好きなんですよ、あの揺らされるんがすごい好きなんですよ、だからあひょっとしたらあのこの場合平気なのかもしれない。これね、あの、うん、その今話題になっている神戸大学の医学部出身 の、 あの精神科医の、はい、アン先生っていう方がね、アン先生ね、あの私も知ってます。私もあのこう病院の人たち大変やっていうのね、担ぎ込まれてもクラッシュ症候群とかいろんなあったって、うん、それは分かってたんだけど、うん、あそうか精神を病んでるとか、うん、それとかあのそういう愛ちゃんみたいにやっぱり障害があって、うん、私たちと同じような感覚じゃないっていう人たちをも同じように被災してるっていうのすっかり忘れてたから、うん、ああ、じゃあ愛ちゃんはどうだったのか、自分のことで必死ですもん。いやだけど揺らされるのが好きっていうところ不思議なもんやね。そうですね、そうなんですよ。だからその愛はその恐怖心とか、うん、そういうあと様子見てもね、うんうん、怯えてたとか、うんうんうん、そういうのがなかったような気がします、うんうん、聡子ちゃん、うん、むしろ私が一番、ママが一番弱っちゃったの、ね、そう私が一番もう引きずってましたね、うん、いやだけどさ例えば、うん、親やからとか、はい、お父さんやからとかお母さんやからうん、守る人みたいなんじゃなくて本当はそうでないといけないんですけど、そうじゃないといけないこともないかもしれへんよ。こうあのうんお父さんだって弱ちんでもええやんみたいに思わなあかんかもしれんね。まあ主人は、うん、あの弱くなかったです。すっごいたくましかったです。あそうですか、うんうん、だからそのガスのこともそうやし、終わった後もね、うん、あの上着着言うて、うん、どうすんの言うたら、うん、あの公園に行く言うて、ちょっと裏が公園やったんですけど、うんうんうん、やっぱりその後の家で家が壊れるかもしれないし、うんうん、だから主人すっごい冷静やったんですよ。なるほど。でみんなで上着着て、うん、私はどこ行くの言うて、うん、もうなんか動きたくなかったけど、うんうん、で私らを公園に避難させた後、うん、今度近所の人見に行ったんですよ。そう大丈夫ですか言って私らより高齢の方が住んでおられたのでね、で見に行ったら大丈夫ですって言ってんねんけど、うん、壁が落ちて見えてるんですって中が、うん、あらま、うん、一番奥の家の人ね、うんうん、でもまあ体が大丈夫やったから、うん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 、それでね大丈夫ですって言ってはったけど、いやでも声かけてもらったら、
忘れられてへん、誰かがこう思ってくれてるって、ね、そうですね、それすごい大きいよね、うん、いやほんまにね、あの近畿タクシーのね社長さんが彼も見ましたけど、はい、やっぱり近所ほら大丈夫ですかって言ってたって言われてたじゃないですか、やっぱり心強いと思いますね、はい、でさっきのあのノートに戻るんですけど、はい、なんかちょっと これは忘れてることもあるでしょ、26年も前だったら、うん、こんなこと書いてるわって、ね、忘れてることというかね、うん、そのさとこに言った言葉、うん、忘れてはないんですけどね、中一の娘にね、うん、あのやっぱり私らはそのライフラインがダメになったでしょ、はいはいはい、うん、あれってあの今までちょっと当たり前に思ってきたなと思って、うんうんうん、水が出ること、電気がある、ガスがつく、ね、それが当たり前に思ってたから、うちあの9週間後までガスと水は来なかったんですよ、はいはいはい、じゃあ電気だけやったんで3ヶ月ぐらい、2ヶ月ちょっと来なかったんですよね、うんうん、だからそのみんながそれを大事しないから、うん、これは天罰やでって娘に言ったんですよ、中一の子に言ったの多分自分に対して言っとんでしょうね、うんうんうん、きっとね、うんうんうん、あの私の親とかは、うん、やっぱり電気つけっぱなしやったらもう消しってすごく言ってあの言われてきたんです。でもやっぱり娘にはちゃんと伝えてなかったんですよね。なるほど、うん、それがもったいないとか、うんうんうん、そういうのをね、やっぱり父母は戦後の人やしすごい苦労してきてるし、電気のありがたさもよく分かってるので、やっぱり節電っていうね、うんうん、今で言う節電っていうのが自然とこうあったけど、うんうん、私はそれは教えられてたけど娘には教えてなかった、うんうん、だから時代やね、こう時代やね、本当にそう。それで、うん、あのまあ娘がどの程度受け取ってくれたかはわからないけども、やっぱり伝えていかないかんものが、うん、うんうんうん、あるんやなと思って、うん、もうねありすぎる、うん、例えば文房具にしてもあまりすぎるぐらいあるじゃないですか。それはそうです ね、 ね、あの私ら筆箱とか壊れないと買ってもらえなかったんですよ早く壊れたらいいのにってそうか、うん、ね、まあ、昭和24年なので、うんうんうん、戦争あって間がない、ね、頃ですから、だからあのそんな感じやったのが今もうほんまにありすぎるでしょ。ありすぎる、ね、何本持っとうねんみたいな。そう、もうボールペンなんてもうね、う何本あるのっていう、そんな そういうのが私らやっぱりその親からね、せっかくいろんなことを教えられてるのに、もうかなりこうもったいないことをしてるわけですよ。そうやね、私も、うん、あの娘なんかにはそれにね、服、うん、どんだけあるんや、ね、ムカデかいうぐらい靴あるしって、そうや、ね、着ないのにね、着る服決まってるのにね、うん、なんかそういうものがいっぱいあるじゃないですか。考えたらほんまに、うん、なあの今のほら、コロナで自粛するとか家にいるじゃないですか、はいはい、乾物なんか探したら、え、これまだあるわっていう、掘り出したら、あの何日かは家で過ごせますですよね、買い物行かなくても、なんか防災グッズじゃなくて、こんなくても、こんな冷蔵庫にも物いっぱいあるし、ね、うん、そうなんです、それはそうやわ、うん、だからその物を大事にすること、うん、で震災でから26年経って、うん、また忘れかけたことを今いろいろこう思い出してする機会なのかなと思うんですよね。で、うん、もちろんね、お亡くなりになるああいうニュース見たら胸痛いで、一人一人の悲しみいっぱいあると思うけど、うん、そうですね、でもこの26年、うん、つながってきたやつね、今リアルには会ってないけど、うん、つながってる
今もそうやんそうやんそうやんっていう感じのこう、こうな、なんていうんかな、しっかりともう私ら一緒やんみたいな、うん、すごいこう空気感っていうのは、はいはい、感じます。そうありますね。その東京の方からとかね、いろんなところの方からとかね、はい、そういうあのありがとうとか感謝とかいう、それはなんか、いや本当にね、うん、感謝ですよ。この朝目覚めたこと、動けること、わすごい、毎日もう感謝やなって。そうか、朝目が覚めるっていうのも感謝、うん、そうで起きて動ける、私今あのカーテン開けて空に向かって手合わせて、うん、ありがとうございますって言ってるんですけど、うん、なんか手合わせるようになったんです。 何かこう感謝の気持ちね、すっごい当たり前のことが、うんうん、そうありがたいことなんやっていうのを。そうか、それものすごい言葉やね、うん、朝目覚める、そうこれでもかっていうぐらい今ね、うんうん、教えられてますね、うんうん、朝目が覚める、お日様出てるっていう、うん、それにさ、ね、動ける動ける、あの、うん、そこからもう、うん、あの感謝が、そうなんです、もう一つ一つに感謝、さっきの大根大根大根ここね、地のものを備してね、うんうんうん、いただいて食べれる、うん、もうほんまに感謝することばっかりですよ。忘れとったね、なんか当たり前やって、うんうん、だから、うん、それを忘れてはいかん、うん、うんうん、もう一度26年目1日目から歩き始めるいう感じですね。そう本当にあの、うん、私らにとってお正月じゃなくて1月17日から新しい1年が始まる、うん、それは言える、なんかねそんな感じになりましたよ ね、 そうですね、阪神淡路大震災以降はね、はい、そうですね、うんうん、でだから、ね、心を新たにして、うんうん、忘れてた大事なことを思い出して、うん、で綱たち、うん、本当に、うん、あの繋がらせていただいてありがとうっていう気持ち、うんうんうん、全てに本当に感謝しかない、うん、そうやね、もうすぐ10年迎える311もあるし、そうですね、それで、はい、あの福島なんかはね、はい、もうほんまにほったらかしやしね、そうですね、なんかもう10年、まだまだですよね、うんうん、原発のところの事故のところなんかまだ入られへんしね、それはどうなんかとかっていう、もう本当にあのちゃんとせなあかんね、そうですね、はい、明日は我が身であるし、うんうん、あの人事ではないし、うん、はい、1月17日があるっていうことで、うん、区切りっていうか、そうですね、あの奢ったらあかんでみたいな、ね、そうです ね、 ねというところあるかもしれません、うんうん、今日はめちゃくちゃいい話聞いたんです。私も本当にあの明日からですね、目が覚めたら、あ、はい、おしっこ行こうとか言う前に感謝、目が覚めたことに感謝っていうところから始めたいと思いますが、そう、あの、うん、兄弟会通信作ってるので、うんうん、そこで今ちょうど原稿書いてるところで、うん、あの連載していこうと思ってます、はい、楽しみにしてます、はい、またあの、はい、声の、はい、阪神淡路大震災私の記録ノートみたいな感じで朗読もしてもらったら嬉しいなと思ってます、はい、あ、わかりました、はいはい、では今日はですね、はい、あのラノ会ワイワイバイネットワーク永田、はい、1.17 にもう一度最初の一歩っていうか、はい、生き直してみる、一から始めるそういうお話をしてくださいました。お名前どうぞ。あ、はい、石倉悦子です。はい、はい、ことも連携していきましょう。はい、はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。